にちは。琉球新報社のイベントや特集紙面など、本紙以外の取り組みについてご紹介する琉球部主催・共催事業の内容だけでなく、その担当者の事業にかける思いや事業の裏話などをご紹介していきたいと思います。私は進行役を務めます。琉球新報社読者事業局、メカル椿と申します。よろしくお願いします。さて、第1弾となる今回は、新報アートルネッサンスについてご紹介いたします。ご紹介してくださるのは、この事業の担当する、読者事業局文化事業推進部長の中原隆夫部長です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中原部長と私は犬年ということで、ワンワン犬年コンビでお伝えしたいと思いますが、ありがとうございます。中原部長、はい、その前に、前髪がめっちゃ立ってますが、近くに何かいますかね？あ、これあの、人狼作用といってですね、周りに何か見えないのが、まあ、新報ホールがこっちに実はあるんですけども、新報社内ですね、いろんなエネルギーが集まってくる場所ですので、そういう意味で立ってるかもしれませんね。なるほど。では、そういった皆さんとも一緒に、この YouTube をお届けしたいなと思っております。はい、では、早速ですが、中原部長、この新報アートルネッサンスがどういう事業なのか、ご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。早速ですが、沖縄の芸能、芸術文化を応援しようとする企画です。新報アートルネッサンスですね。これは、うち、新報社内は新報ホールとか、新報ギャラリーとか、一回アジマールとか、いろんな施設があるんですね。そこで、施設の使用料を無償で、免除してですね、活用してもらおうということが企画しました。昨年、コロナウイルスの関係で、やっぱりいろんなイベントができなかった、舞台の人たちとか、あと、まあ、文化、芸能人がいっぱいいました。その中で、彼らを支援しようということで、昨年の9月に企画を募集しまして、40近く集まったのかな。それが、いろいろ選抜しまして、この2月から7月にかけて、35企画を展開することになります。はい、ありがとうございます。今ご紹介あったように、2月の7日には、その第1弾となる祭りという公演が行われました。これはですね、県内の若手実力者、ダンサーが出演したものです。今、画面にも映っていますが、この見出しにもあるように、この舞台に立つ喜び、というのがものすごく伝わってきた舞台でした ね。そう僕も見に行ったんですけども、はい、本当になんか舞台の喜びがそのお客さんにも伝わって、うん、でお客さん僕らを見てる方も嬉しくなって、そのお互いでワクワクしながら見られた公演でしたね。そういうふうにやっぱり生の舞台で感じられるものっていうのはやっぱりありましたね。そうですね、まあ、いつもね、映画とかもそうなんですけど、大きな画面で見るのもいいし、YouTube 見るのもいいんですけど、やっぱり生の舞台って息遣いとか、あとお客さんの反応、本当になんか臨場感溢れて、それ意味ではやっぱ生の舞台っていいなって改めて感じた舞台でしたね。はい、そうですね。そういうふうに舞台公演だけでなくですね、ギャラリーでのイベントもございます。今、35事業あるんですが、3月にはご覧の5つのイベントが開催されます。伝統芸能から現代新舞踊、あとは書道展など本当に様々な多様な企画がありますので、ぜひ琉球新報のホームページでチェックをしていただいてですね、何かこれ面白そうだなと思ったら、ぜひその主催者の方に開催の有無、あとはチケットとかのことも含めてですね、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。はい。ね、アートルネッサンス、先ほども、なかなかね、生の舞台を踏めなかった実演家、アーティストの皆さんが喜んでたっていうところもあるんですが、去年1年間、その舞台がないことによって、その出演者を支える音響さんだったり、照明さんだったり、裏方の皆さんも非常に厳しい1年だったかなと思うんですが、中原部長、そういったお友達たくさんいらっしゃるかと思うんですが、どういう1年だったよっていうようなお話聞いてますか？そうですね、去年はいろいろ企画して、何回もごめん、もうコロナでちょっとできなくなっちゃったっていう電話をよく入れてたんですね。その中で、来年は来年よって話しながら、今
今どんな感じかなということを聞いたら、やっぱりみんなの舞台がない中で、ただ手をこまねいてるわけじゃなくて、そんな間ちょっと単発のアルバイト入れたりとかしながら、ここで外でまたいろんなところで会場でイベントするとしたらどうやってできるかな、想像力働かされたりとか、あとまた、いろんな会場、ペダックホールさん、国立劇場もそうですけど、パレットさんもそうですね、コロナ禍の中で、どうやったらイベントができるかなっていうのを模索してたんですよ。そういう意味では、お客さんのことも考え、また出演者のことも考え、また裏方さんのことも考え、みんなが、この中でも、できるイベント、どうやったらできるかっていうのを一生懸命考えて、それが今現在ね、コロナはまだ落ち着いていないけれども、細々ながらもできてる、またスタートし始めてるかなと、おかげでまたルネサンスもスタートできてかなと思っています。そうですね、アートルネッサンスの各事業もそういったコロナ感染拡大防止策を取りながら一生懸命やっていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、ご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。では続きましてご紹介するのが、もうすでに新聞広告やテレビ CM でご覧になって楽しみにされている方も多いと思いますが、画業25周年、芸能生活45周年記念、片岡鶴太郎展、顔、フェイスをご紹介いたします。この展示会がですね、3月13日土曜日から浦添市美術館で始まります。油彩画、日本画、墨彩画など多様な技法で表現した作品に加え、日本の顔である富士山を描き下ろした作品と映像を組み合わせたエンターテインメント性のある展示にも挑戦しているそうです。個人的にですね、非常に気になるのが、この鶴太郎さんが画家として、始めるきっかけ、原点となる作品が椿、お花の椿の作品だそうなんですよ。はい。それで、その椿の作品を集めた椿の間というのが、あるそうで。椿推しですね。そうなんです。ということは私ずっとそこにいた方がいいのかなと思うんですけど。いいね。どうですかね。邪魔になっちゃいますかね。大丈夫です。よかったです。県内の椿さん集合をやってるんですか。そうですね。知り合いにもう一人椿いるので連れて行きたいと思います。はい。で、この展覧会のタイトル、顔、フェイス、フェイシスなんですが、鶴太郎さんといえば芸人さんとか俳優さんとかいろんな顔を持つ、方ですが、私たち昭和中期と後期にとっては、鶴太郎さんといえばお笑い芸人さんっていうイメージですよね。うん、そうですね。マッチでーすってなんか昔、老金属でね、大活躍してたんですが、覚えてないです。覚えてない。ちょっとわかんない。わかんない。わかんない。同じ入道士のくせに。同じ年じゃないですから。そうか、そうそう、お笑いタレントとして、すごい、笑っていいともとかにも出てて、僕らもそういうイメージで、お笑いタレントっていうふうなイメージでした。すごい売れっ子芸人でしたよ。はい。で、ただ私たちはそうなんですけど、最近、先ほどですね、平成生まれに聞いてみると、ヨガマスターとか、画家さんのイメージが強いということで。ボクシングもやってた。そうですね。ボクサーでもありましたね。うん、なので、あまりそのお笑い芸人さんのイメージがないということで、うん、そこですでにジェネレーションギャップを感じたんですが。でも、きっとお笑い芸人さんのイメージが強い方もたくさんまだいらっしゃると思うので。会ってみたいです。そうですね。うん、ぜひ、この浦添市美術館の展覧会にお出かけいただいてですね、鶴太郎さんの画家としての顔に触れていただきたいなと思います。いつから？はい、3月13日土曜日ですね。3月13日土曜日となっております。では、前売り券が絶賛販売中ですので、皆さん、ぜひお買い求めください。詳しくはまたね、担当者が来て。そうですね。はい。次回以降にちょっと担当者をお呼びしてですね、裏側について聞いてみたいと思いますので、お楽しみにしてください。で、ここで一つ、イベントの豆知識なんですが、皆さん、前売り券、前売り価格っていつまで販売してるかご存知ですか？こういう、長期の展示会の場合ですね、始まった後に、今から行きたいんだけど、どこで前売り券買えるのっていうお問い合わせいただくことが結構多いんですが、実はこういう多くのこの長期のイベントの場合ですね、この
開催の前日、例えば鶴太郎展でいうと3月12日までの販売が前売り券、前売り価格になるんですね。なので3月13日を過ぎてしまうと全て当日価格になってしまいますので、ぜひ3月12日までにですね、お買い求めいただいてお得に楽しんでもらいたいなと思います。まあ、当日券になると200円アップしますのでね、200円あると全然違いますので、うん、中原部長、200円あったら何しますか？昭和中期だったらチロルチョコ2個かな。20個ですよね。10円だった。だったか。20個です。ちょっと、ドル時代じゃないですよね。大丈夫ですよね。はい、チロルチョコ20個。はい、買いたい。消費じゃなかったんですね。そうですね。そうですね。まあ、今はちょっと20個は買えないと思いますが、やはり200円の分をですね、お得に楽しんでいただきたいなと思うので、ぜひ、3月12日までの前売り券のご購入をお勧めいたします。さて、今回初めての動画となります、琉球新報イベント情報発信番組、YouTube、この辺で第1回を終わりたいと思います。今後もですね、月に1回か2回か、琉球新報のイベントをアップできればなと思っておりますので、お時間ある方はどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。改めて新報アートルネサンスも。そうですね。7月までやってます。はい、アートルネサンスもありますので、ぜひ琉球新報のホームページから、調べていただいてですね、皆さんがなんか気になるイベント絶対一つあると思うので、ぜひご来場いただければと思います。ではこの辺でお別れにしたいと思います。ありがとうございます。